カナダ放送協会は、カナダの公共放送局、テレビラジオ一括で運営し、全国公共放送網を形成している。1991年制定の放送法に基づく、カナダの国営企業である。コーポレートブランドは CBC、ラジオカナダである。公共放送ではあるが、広告放送が認められており、受信料制度はない。財源は、政府からの補助金が7割。 広告収入が3割である。トロントの CBC 放送センターバンクーバーの CBC 放送センター国内向けの放送は、地上波テレビは英仏語それぞれ1つ、またケーブルテレビでは合計3つ、ラジオは英仏語それぞれ2つのチャンネルで行われている。その他に国内外に向けたインターネット放送でも放送している。報道、情報番組や教育、教養番組、 娯楽番組などで編成されている、英語総合チャンネル、報道、情報番組や教育、教養番組、娯楽番組などで編成されている、フランス語総合チャンネル、報道専門の英語チャンネル、国内外の事象を多角的に報道した番組で編成されている。また、ヌナブト順州、ノースウエスト順州、ユーコン巡州地域では、ローカル放送局が、 先住民族の言語での放送を実施している。報道、情報番組を主体に編成されている。英語放送、音楽番組など娯楽系番組を中心として編成されている。英語放送、土曜と日曜の深夜12時から4時までは CBC ラジオ3という別称が付けられ、この時間帯は若者向けの音楽番組などで編成されている。CBC ニュースワールドと CBC ラジオ1で言う夜に放送された主要ニュース番組とその他定時に放送されるニュースは放送された後に CM を含めた放送前編を CBC のホームページからストリーミング配信にて視聴することができる。報道、情報番組を主体に編成されている。フランス語放送、AM 派または FM 派で放送されている。音楽番組など中心に編成されている。 フランス語放送、1974年に放送開始、主に FM 派で放送されている、ドキュメント、娯楽などのジャンルの映像作品を配信、報道中心のラジオ番組を、A、フッツ、スペイン、ロシア、ウクライナ、中国、アラビア、ポルトガルの全八言語で配信、百九十一年三月までは、日本語での放送も実施していた、カナダ放送協会はかつて特徴的な、 日本向け国際放送を行っていた。その番組、カナダディスウィークは当初バンクーバーで制作され、番組として日本のラジオ短波に送られ、ラジオ短波が土曜日の夕方5時半からの30分間、第一放送で番組として放送していた。その後制作場所がモントリオールに変更され、やがて番組自体も打ち切られた。 またカナダ放送協会自身による送信に切り替えられた。1991年に赤字削減のため国際放送の予算が削減され、日本語放送も他の5カ国と共に終了となった。カナディアンコミュニケーションズファンデーション、CBC ニュース、http コロンスラッシュスラッシュ w w w c b c c a l i f o r n i スラッシュ 10th スラッシュ。ありがとうございます。